おい、まさかのフェンリーでまさかの実装してしまうのか。フェンリー、ついに実装が確定しそうです。ヘイヤー、 KTR ゲーミングスを開けてきたと思います。今日もね、まさかのフィヨルドでフェンリー実装ということで、今回はフェンリーについてピックアップをしていきたいと思います。いろいろな情報が出ているので、現在の情報をまとめていきたいと思います。それでは本日のマクチャー、こちら1つ目、フィヨルドについて、2つ目、フェンリルについて、そして最後に一抹の不安、やっていきたいと思います。それではまず1つ目に、今回の、まあ、内容なんだけど、フェンリルっていうね、このフィヨルドの固有生物がいるんですが、このフェンリルが出るかもしれないよね、出そうだよねっていうか、もうこれ出るよねっていう話になっております。で、今いるね、ここのマップはモッドマップなんだけど、スチーム版限定で来れるモッドのあのマップをダウンロードして使ってるんだけど、このフィヨルドっていうマップが話の中心になってきます。で、フィヨルドっていうマップに関してはすでにあの公式採用が決まっています。ロストアイランド、クリスタルアイルズ、バルゲロみたいな感じで、正式にプレイステーション、Xbox、PC 版などの普通のね、あの公式のマップ、カスタムマップとして実装がすでに決定しているマップになります。で、現状だとあの Steam 版だけのあのモッドっていう形で今あの遊べるっていう感じなんですが、北米でむちゃくちゃ人気なマップなんだよね。まあ、あとヨーロッパとかでもかめっちゃ人気なんですよっていうマップなので、やっぱりアークもこんだけめっちゃ人気だったらやっぱり入れるよねっていうのと、あとはね、バルゲロを作った人と同じ作者さんなので、やっぱりね、めちゃくちゃね、あのね、信頼と安心と実績のマップなんですよ。はい。で、かなりね、あの欧米の実況者さんもここのマップで普通に実況したりしておりますので、かなりの超絶人気マップになってるんだよね。で、このマップがもうね、実装が決定していて、日数的には、2022年の6月に出ることがもう決まってるんだよね、公式の発表でね。なので、2022年の6月に向けてまさかのサプライズで新恐竜として、まあ新恐竜っていうか元々いる固有生物なんだけど、まあクリスタルアイルズのクリスタルワイバーンみたいな感じかな。で、まあディノニクスみたいな感じ、バルゲンの、まあそんな感じで、元々モッドアップでいて固有生物だったんだけど、先にさ、新恐竜3種類出るわっつって、まあアンドリュー・サルクスとフィヨルド・ホークと、あと1個なんだっけ、あのドラキュラかっていうのが出るって言ってたから、その、まあ、3種類埋まっちゃったし、フェンリルも出ないのかなと思ってたら、まさかの、ここに来て、サプライズ出演、はい、決定です。はい。というところなので、今ね、フィヨルドっていうのは2022年の6月に出る予定で、最もね、あのこの中で待たれていた新恐竜、まあ、クリスタルアイルズ出るのにクリスタルワイバーン出ないのみたいなノリだったんだけど、今まではなんだけど、フェンリル実は出ますっていう流れになってます。ということで、フェンリルの情報やっていきたいと思います。で、まずね、ポイントとしては2つあって、まずね、やっぱりね、一番大きいのは公式ウィキに書いてあるっていうことなんだよね。公式ウィキの今ね、ちょっとね、文字だけしかないんだけど、まだリリースもしてないし、リリース前の段階なので、もちろんね、情報は意図的に運営は伏せている形なんだけど、公式が管理している公式ウィキっていうのがあるんだよね、アークには。で、そこのフィヨルドっていうね、項目はもうできてるんだけど、その中で一応新登場の発表されたアンドリュー・サルクスとかフィヨルド・ホークとかの一応名前は入ってるんですよっていう感じで、新恐竜の情報とかそういった形の一応ね、あの公式が出している情報に関してはちゃんと書いているっていう形なんですね。で、そんな中で、いきなりパッて追加されたものが、フェンリルです。はい。あれみたいな、なんか追加だ、みたいな感じになっております。はい。で、これに、追加してというか、連動して、やっぱり、アメリカとか、あとはイギリスの、100万人以上いるね、YouTuber とかが反応して、マジみたいな、これ出んの出んのみたいな形で、モッドマップの制作者さん、運営側じゃなくて、バルゲロとかフィヨルドを作っている制作者さんですね。一緒にワイルドカードと、このフィヨルドとかバルゲロを作ってる人っていう形になるんだけど、そのモッドマップの制作者さんに、リプを送ったんですね。これ、出んのみたいな感じで。でそしたら、モッド制作者さんが出るよっていう感じで、合わせてこういったツイートもやっておりますという形で、かなり信憑性高い状況になっております。で、このフェンリルなんですが、やっぱりね、さっきも言ったんだけど、クリスタルアイルズのクリスタルワイバーンみたいな感じで、本当に出ないんだったらこれフィヨル
ド出す意味なくないみたいな感じの、まあちょっと行き過ぎかもしれないけど、 FF なのにチョコボ出ないのみたいな感じのなんか意味合い、まあそんな感じだったんだよね、あのイメージとしては。なのでかなりね、やっぱり元からフィヨルドを知っている人としては、あー残念だなみたいな感じで、俺もね結構ねこのフィヨルドの特集動画とかなんか情報の動画で出せ出せ出せみたいな感じで言ってたんだけどあでも出なさそうみたいな、3種類って言っても3種類決まったしみたいな恐竜、そんな流れで来たので、かなり私今回喜んでおります、はい、ふわって感じです、はい。なのでね、ついに待ちに待ったフェンリルで、もう嬉しすぎて、モッドでですね、なんかフェンリルたくさんいろんな色出しちゃいました、はい。これがフェンリルです、はい。でフェンリルっていうのは何かっていうと、北欧神話 の、まあ、あのバルキリープロファイルとかやってると、あのラグナルクの時に戦うんだけど、まあ、そんな感じ の、 あの恐竜という、まあ、神話上の生物って感じかな、まあ、あのグングニルとかオーディンとかいる、そんな感じの話の中の一つの、まあ、キャラクターっていう形になってますね。けど、まあ、どこまであの実装がね能力がされるか分かんないんだけど、まあ、とりあえずねフェンリルは、まあ、こんな感じになってるかなっていうところですね。ということなので、ね、ちょっとね早速ね、まあ、モッド版ではあるんですけど、とりあえずねフェンリルに乗っていろいろね遊んでみたいと思います。どんな感じかっていうね性能をざっくりね見てみたいと思います。でまずねなんかね、あこれサドルなしで乗れるっぽい、なんかダイヤルフみたいな感じですね。で形っていうか、まあなんていうかな、ビジュアルはこんな感じかな。ダイヤルフを大きくして凶悪にした感じっていうような、まあイメージですね。大きいダイヤルフっていうような感じですね。すごいですね。でまあ、こんな感じで特殊能力とかが使えるっていう感じですね。でこれ特殊能力を使うことによってこのトゲトゲが出てくるっていうような感じなんですよね。もともとはなんか普通の、まあ、あのなんていうかな犬みたいな感じなんだけど、特殊能力をこうやって使うことによって、まあ、あのトゲトゲになってっていうところになりますね、まあ、これが一応差ですね。もともとは普通の毛皮な感じなんだけど、こんなトゲトゲになってくるっていうような感じの、まあ、魔法みたいなのが使えるんだよね、まあ、なんかマナガルムと同じで凍結魔法になるので、ちょっとそこにねちょうどリストル多分ある野生だと思うから、野生のリストルにぶち込んでみたいと思います。でまあこれあの PC だと C ボタンの特殊攻撃ボタンで使えるんだけど、やってみたいと思います。パキッこんな感じこんな感じ、こうやって凍結してなるっていうか、これダメージ受けるのかな。あ、ダメージも受けてるね。あ、すごい、200くらい食らってる。すごいね。これ凍結ダメージ200くらい食らうんだ。なんかでもあれだね、移動速度あんま速くないね。あ、これ氷になったから速くないのかな。ちょっと待って、これステータス全部一緒だから、モッドで出したから、ちょっとあの氷状態になってないやつ使ってみる。こんなもんか、変わんない、元から遅い、なんか変わんない、はい。じゃあ次これ氷状態、あ、遅い遅い遅い、氷状態遅い。あ、自分も氷状態になると遅くなるのか。へー、なるほどね。はいはいはい。自分も凍結で遅くなるって感じか。なるほど。で攻撃としては162。なるほど。これ凍結状態だと攻撃力変わるのかな。ちょっとやってみるか。そしたらここで凍結になって、であの堂々に攻撃をぶち込んでみたいと思います。これ攻撃上がるのかな。え、攻撃力下がったよ。あれ攻撃力さっき160いくつだったよね。138に下がったよ。あ、あれ ?138?160 台から138に下がったんだけど。なるほどね。右上に、フィリーグルドアーマーって書いてあるから、で、Your Fenrir Move Slow But Takes Far Less Damage。なるほどね。動き遅くなるけど、あの、防御力が上がるんだ。なるほど。サドルがない分、このトゲトゲを発してる間は防御力が上がる形になるんだ。なるほどね。はいはいはい。あーでこれスタミナが続く限りずっとあれなんだ、トゲトゲ状態のままなんだ。あ、なるほどね。これさっきさ、あのトゲトゲになって放置したんだけど、なんかまだトゲトゲだったから、ステータス見たらめっちゃスタミナが減ってたから、多分これあれだ、スタミナがずっと減り続けて、スタミナが切れたらこのトゲトゲがなくなるんだ。なるほどね。ということはフェンリルはスタミナと攻撃力を振るといい個体なのかな。もしかしたらあれだね、なんかなんていうかな、アーマーを自分でさこう切れるからすごい強いのかもね。ちょっと攻撃してもらおうか。162 10で、ちょっと待ってね、今10ダメージ受けたから OK で、この状態で攻撃を受けよう。あ、1減ってる。あ、1減ってる。10から9になってるダメージ。あー、若干若干だね。あ、ダメージ減少はすごく少ないね。なるほど。で攻撃力下がるの微妙だよね、これ氷モードになると、30ぐらい攻撃力下がるけど、火ダメは1しか減らなかった。
あ、これもしかしてパーセンテージかな、ダメージ減るのだったら強いね。パーセンテージで攻撃力が減るのであれば、相手が強ければ強いほど有効だから、かなりそれは強い感じだね。なかなか面白いですね。で、これ見てみてください。ここにさ、あの、いるじゃん、これ。アルゲンが。アルゲンに対してやると、バーンこれすごいよね。これで一方的に殺せるから。面白いね。なるほどね。これで凍らせて、ボーラかけて、まあ、麻酔銃とか打って、あー、でもダメージが強すぎるから、レベル低いフェンリルでわざと凍らせるとよかったりするのかな。かなりこれは面白いね。フェンリルはこの魔法があるから面白いんだよね。で、あとはなんか右クリックはなんか謎の変な攻撃があるんだけど、これが普通の攻撃。まあ普通の攻撃は加熱機かっていう感じですね。なので、今ちょっとざっくり使ってみたんだけど、そんな感じの性能なので、やっぱりね、魔法が使えて凍らせられるのは面白いので、まあそこら辺がね、ちょっとね、なんかいい感じなんじゃないかなっていう感じですね。まあただちょっと凍った後の攻撃力が結構減って、まあ、火ダメがね、パーセンテージなのかどうかわかんないんだけど、まあそこら辺がどうなるのかっていうのがかなりね、あの大きく変わってくるんじゃないかなみたいな。シャドウメインみたいにカッチカチな感じになれるのであれば、すげえ強いかなって思いますね。で、あとは、あの、基礎攻撃力ですね。これがどのくらいになるかによって、フェンリルが強くなるかどうかっていうのはだいぶ変わってくるので、まあ、基礎攻撃力が、まあ、どの程度に配置されるかなっていうのはね、ちょっとそこがね、あの、悩ましいところかなみたいな感じですね。それでは最後に、一抹の不安っていうのをね、やっていきたいと思います。で、これね、まあ、一抹の不安って、まあ、ちょっと邪推な気もするんだけど、あの、運営より先に、運営じゃない人が勝手にいろいろ発表したんだけど、これいいの？運営から一切何の発表もなく、で、一応ね、今日撮ってるのが2月12土曜日なのね。このタイミングに毎回ね、コミュニティクランチっていう形で、運営から、あの、みんなに向けて、プレイヤーに向けて、コミュニティ内の発表というか、コミュニティ内のニュースを、まあよくね、まあ大体ね、まあやんない時もあるけど、週1に、あの、やったりするんですよ。コミュニティクランチ今回ね、あの、普通に出たんだけど、結果としては何も書いてなかったんだよね。なので、ちょっと、ちょっとね、あの、このフェンリルに関して何も記載がなかったので、ちょっとね、運営が全く触れてないっていうのは、なんか、っていう感じなんだよね。なんかセドリックとかドリーとかがリプしそうなもんだけど、なんか俺が見つけれてなかったらあれなんだけど、なんかね、なんか特にね、なんかリプとかもなくて、ツイッター上のね。で、コミュニティクランチでも触れられてないから、これどんな感じなんだろうなっていうね。これやんのかなっていうところでちょっと不安があって、これなぜかっていうと、運営ってちょっと特殊で、どう特殊かっていうと、平気で公式のウィキとかなかったことにして記載を、あの、取り下げたり平気でするのね。あの、ロストアイランドの時も最初シャドウメイン入ってたんだけど、あの、しれっと消したりしたのねっていうのがあるので、まあそこら辺考えると、まあなかなかこれ怪しくねみたいな感じの側面もあるかなって感じ。まあ、どうかわかんないけど、まあ7割方多分実装はしそうなんだけど、ちょっとね。で、しかもさ、俺がこれ企業の側だったら、てめえ何してんだって切れるから、こっちが発表も何もしてねえのに、お前何勝手にやってんのみたいな感じに俺だとなるから。俺がドリーの立場だったらね、お前作ったかもしんないけどハンドリングが持ってるの俺だぞって普通はなるから、やっぱブランディングとか見せ方とかあるから、そこで何勝手にやってんのみたいな、情報何もこっち取れてないのにみたいな感じになるから、まあでもそういった企業的なことってあんまり、まあノリでやってるサークルみたいなもんだから、あのワイルドカードっていうアークの運営会社はい。なので、まあ、そんなにねあれかもしんないんだけど、まあ、なんかねちょっとね、そこが俺ね、なんかね一個引っかかったんだよね。まあ、あの、こんだけ制作者さんが騒ぐのであれば、おそらく、まあ、出ると思うんだけど、フェンリルね。まあ、むしろ出てほしいんだけど、ちょっとね、なんかね、あの、情報の出方が、なんか、え？と思って、で、それ以降の運営の流れが、何も触れないのかなっていう感じだったから、そこら辺を考えると、なんか、これワンチャン途中で引いたりしないよな、みたいな。本当は出ませんみたいな。で、ちょっと、あの、ビビってます。できれば、ちゃんと出してほしいと私は思っておりますので、よろしくお願いしますという感じですね。ドリーよろしくね。ね、ドリーよろしく。っていう感じですね。まあ、なので、ちょっとね、今回は、なんかね、あの、制作者さん的にはね、なんか変な、
まあ、あの見切り発車じゃないけど、そんな感じのね、急にね先に情報を出しちゃったみたいな感じになってしまったんですが、まあでもただ発信点というのは公式ウィキに、まあ、アークの公式がね、なんかしれっとあのフェンリルってあのフィヨルドの公式ウィキに載せたのがスタートなので、まあ、それはそれであれだなっていうのもあったりするので、まあちょっとね、まあ、いつものことながらあの情報がぐっちゃぐちゃで、情報系統があのぐでんぐでんでよくわかんないさ。えただ俺はめちゃくちゃ楽しみ。えなフェンリルな、公式版で会おうな。あのキングダムアーク3期はフェンリル決定してるから、あフェンリルじゃないフィヨルドね、決定してるから、あのフィヨルドで会おうなフェンリルな。うん、お前悪そうな顔してんな、お前悪そうな顔してるわ。ということでね、本日はね、なんと、フィヨルドのフェンリルさん、ついに実装決定かっていうのをやってまいりました。おそらくまあ多分今の状況だったら出る可能性は非常にね高いんではないかとは思いますので、まあぜひね、僕としてはやっぱね、クリスタルアイルズのクリスタルワイワンみたいなもんなので出てほしいのでですね、まあ、ぜひドリーさんとセドリックさんには頑張っていただければと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。